さあ皆さんこんにちは、私大工と申します。よろしく申し上げます。ということで EV ウィーク2023パック買うべきか検討してみた。今の滑舌ぐらいなら許容、よろしくお願いします。でなんかね、また課金パック来ましたよね。で課金パックなんですけど、まあこれまでのハロウィンパックであるとか1億ゲット記念パックみたいなとかいろいろ来てるんですけども、まあ今回の EV ウィークパックも皆さん多分ね、まあ私みたいにクソハイ課金、もうすでに30万弱ぐらい課金している人ならもう別に考えることがないぐらい、そのもう買いなんですよ、別にすぐパックなんてのは。まあつまり、まあハイ課金での方がお得と、あの思考の時間がゼロなんで、皆さんは多分これ買うかどうか悩むっていうような時間にコストかかるんですけども、まあ弊社の場合はもう買う、買わない、考えない、買う俺これ買うになるんで、思考ゼロになるんで、まあとりあえずねお得なんですよね、ハイ課金の方が。まあとは言いつつ、まあ世の中の人は基本的には別にこういうの買うならうなぎを買った方が絶対にいいと思うので、まあ基本的には悩む人向けに、まあ私が一旦ねハイ課金なんですけども、一旦ちょっといろいろ検討してみたと、まあ数値的に実証しているので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。アイテム系のね買うべきか否かをやるの初めてなんだよな、結構人によるみたいなところもあったので。ただまあお得かどうかが分かるとか、その辺とかはね一人が調べてまとめてね報告した方が、テストと一緒で一人が回答を作ってそれをばらまいた方が効率的なんで、私の方が見たいと。まあじっくり見ていきますか。まあ EV ウィーク2023に合わせて EV ウィーク2023パック SML を販売しますと。まあ1121といえば EV の日と、で EV のお子や EV なめといった EV を仲間に迎える育成するアイテムが詰まった記念期間限定パックを販売いたします。イベント期間中もっと EV と仲良くなりましょうっていう感じですね。でパック詳細の方が、 EV ウィーク2023のパックが S が250台でスーパーサムレ1個、ポケサブレ2個、 EV 鍋10個で、3回まで購入可能と。で EV ウィーク2023パックの M がポケサブレ18個、中種の子2個、 EV の飴40個、 EV の子2個で、 EV ウィーク2023パック L がスーパーサブレ15個、中種のお子5個、 EV の飴100個、 EV の子5個と。で、M が1200ダイヤ、L が3000ダイヤっていう風な感じですね。初めてじゃないですか、このお子が来たパックっていうのは。まあハロウィンピカチュウのお子みたいなのは、あれパックだっけ、あれなんかダウンロードでもらった気がするんですけども、お子と、しかもポケモンが固定された飴ってのはめちゃくちゃ珍しいですよね。今後もこういうイベントがあるっていうようなことの伏線であるんですけども、さて EV のこれを買うべきか否かっていうようなところを検討していきましょう。で、結論結論から述べればいいとは思うんですけども、まあ人にもよるんで、どうやって検討したかっていうようなところで、かなりこれ分かりやすい表を作ったので、ぜひこちら見てください。ドドン。さあ、それでは課金パック比較シートということで、課金のね、パックの値段を比較するシートを作りました。今までのやつね、例えばあの、ポケモンの1億ゲット記念パックとかも入ってるんで、まあちょっとね、参考までその辺の数値を見ていきたいと思います。で、まあ、ブイズちゃんのやつの結論をババンって言ってもいいんですけども、まあ結論でいくと僕そんなにおすすめしないっていうような結論なんですけど、なんでかっていうようなところを説明していきます。で、まずこのシートの作り方なんですけども、まあ道具ってのがショップにある道具があるじゃないですか。この辺ショップにあるやつは結構わかりやすくて、ダイヤ1個って9800円で7000ダイヤ買えるんで、1個あたり 1.4 円なんですよね。なのでショップに置いてあるこのダイヤのやつを拾ってきて、でスーパーサムレだけはこれね、あの3個で600ダイヤとかなんですけど、まあ1個あたり直してます。でそれに 1.4 円かけた金額がこれになっています。で夢の塊はごめんなさい、私ちょっとね、まあ足りないっていう人がいる声もわかってるんですけども、まあ一旦ちょっとねダイヤ換算ゼロにしてます。なぜかというとボーナスパックとかでついてくるんで、そんなになんかこう換算するもんじゃないかなっていうふうに思ってます。回数制限もあるしね。あとはちょっとややこしいのは飴かなって思うんですけど、飴については今ノーマル交換所で S が買えて、でプレミアム交換所で M が買えるっていうような感じになってます。でこれをダイヤ換算するために、これショップで売ってないんですよ、飴とあと食材チケットもショップで売ってないんですけども、これポケサブレがノーマル交換所で1個あたり153ポイントでポケサブレ買えます。プレミアムだと1個あたり103ポイントで買えますってところは算出しました。で例えばそれでいくと、ノーマル交換所では1スリープポイントって 0.4 ダイヤ分なんですよ。ポケサブレって60ダイヤで買えるんで、でプレミアム交換所だと 0.6 ダイヤ、つまりまあプレミアムの方が1スリープポイントの価値がこんだけ上がる、 1.5 倍ぐらい上がってるよっていう風な計算になるんですけども、でまずでそれぞれにこのそれらをかけて、ノーマルの場合これプレミアムこれってかけてもいいんですけども、それだとその食材チケット M がちょっとややこしくなっちゃうんで、なのでこの平均値を出しました。ノーマル交換だと1スリーポイント 0.4 ダイヤで、プレミアムだと、ね、0.6 ダイヤなんで、平均してまあ1スリーポイントは 0.5 ダイヤっていうような計算でやりました。じゃないと食材チケット M がややこしくなっちゃうんでね。そうすると万能アメ S ってのは160スリーポイントなので80ダイヤ、万能アメ M はプレミアムだけど500スリーポイントなんで250ダイヤっていうような形になります。ダイヤにすると安いっすよね、マジでショップに置けようと思うんですけども。で、飴1個あたりも今回 EV の飴がもらえちゃうので、計算するとまあこれらの平均を
求めると、まあ、20ダイヤになりますね、1個あたりの目は。で、食材チケットに関しては、まあ、S は分かりやすいと。S は別にそのままかければよくて、で、M がノーマル交換所だと600スリーポイント、プレミアと300スリーポイントってなるんで、それぞれを平均して、まあ、つまり450スリーポイントに変えるっていう風にして、それに 0.5 をかけております。それでダイヤになってます。で、あとここは 1.4 円をかけたあたりになります。まあまあ、この辺の話は、そんなに興味ない人はブワッと飛ばしてくれたらっていう風に思うんですけども、これが基本的にその実際にかかる金額っていう風なところ、実際にこれ1個パックだとつまりお得じゃないですか。まあパックってその詰め合わせ商法で、例えばこのパソコンを買ったらついでにこのマウスもついてきますよみたいな感じで、パソコン1台でマウス分お得っていうのがパックの意味ですよね。なのでこれがパソコン1台分の値段で、マウスとしてこれらがついてくるみたいなイメージですよね、パックっていうのは。でそれぞれの、まあ、よくその廃課金税、重課金税が買うやつに関してはカビゴン育成パックっていうようなところと、ポケサブレでいくと、まあ、実際かかるダイヤはこんだけ740ダイヤかかりますよ。つまり、まあ、60ダイヤかける8で、480で、それぞれ1個あたりのショップで、で実際には単品で買うと740ダイヤかかるけども600ダイヤ分で買えちゃう。ツミニサーチパックも一緒で、スーパーサブレが1個あたり200なんで、こう1600と、まあずわーっと全部足してったら実際2100ダイヤかかるけども1500ダイヤで買えるから600ダイヤ分お得ですよというふうなことですね。でお得比較表を右の方に書いてるんで、そちらの方見に行くと、例えばさっき言ったカビゴンのリスイミン、なんだカビゴン一斉パックだと196円普通に単品買いするのお得ですよ。睡眠リサーチバックだと840円お得ですよっていう風な感じになってきますと。で、まあもう結論全部いろいろこの辺に書いてるんですけど、まあ EV のやつはちょっとまた後ほど喋らせてもらうとして、まあ例えばこれまでのパック何買っとくべきだったのっていうようなところいくと、僕個人の見解としては一番良かったのはハロウィン2023パック L。で、時点でポケモン一億ゲット記念パック M かなっていうような感じで、例えばどういう考え方でね、買うかっていうのを考えないと、例えばね、今後僕ドラえもんかもしれないけど、死ぬ可能性だってあるじゃないですか、僕が誹謗中傷でショックを受けて死ぬ可能性だってあるんで、まあ高評価の数で生き返るからな俺は。高評価を連打しろみたいなパチンコみたいな感じでギュイン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 って生き返るけど、死んでも生き返るわ俺だって生きたいから、全然今元気です僕。はい、ありがとうございます皆さん高評価押してください、で連打してください。で、すごいね、誰かだな今の伝説的なね、今のちょっと俺有料ノートで売るわ、 YouTuber 向けに。こうやったら高評価稼げるよみたいな、俺がその有料ノートで稼げるように高評価いっぱい押しといてくれ、その実践例としてこの動画あげるから。はい、全部嘘です、よろしくお願いします。嘘って言えばなんとかなるとなんとかなってません炎上させないでください。で、なんだ忘れたわ。一番お得だったと思うのがこれで、ハロウィン2023パック L で1500台で買えたんですけど、スーパーサブレ10個と、あと仲良しの子と、まあ、万能飴っていうような感じで買えるんですけど、まあ、お得度指数でいくと、まあ、普通に、2702円ってことで、まあ、そもそもお得度指数がマジでお得と。マジでお得だった。で、まあ、ハロウィンじゃなくて、この1億円パックは、このダイヤが1500と3000で、3000倍かかるんで、これ倍すると、お得度指数が、まあ、5400円と、まあ、一番そもそもお得だったかなっていうふうに思っています。まあ、それ言うと、これ5倍するとお得度指数こっち超えちゃうんで、あんまりそういう計算したくないんですけど、まあ、一旦ちょっと、お得度指数はもうただの金額なんで、じゃなくて買えないものが買えることに価値があるんですよ、これってのは。で言うと、これ何がいいかっていうと、万能飴がめちゃくちゃもらえたんですよ。このポケモンで一番苦しいのって飴なんですよね。飴の供給がマジでしょっぱいゲームで、この飴をダイヤで買えるってところに価値がありましたと。でももちろんお得度指数的にも、睡眠リサーチパックだとスーパーサブレ10個っていう価値なんですけども、まあそもそもいいですよね。はい。でお香で、まあ、唯一言うとすると、お香ランキングで言うと、そう、一番が成長のお香なんですよね。時点で言うと、まあリサーチランクが溜まってない人は集中のお香になってくるからと思いますけど、僕の場合はもうリサーチランク完走してるんで、ただこれ悩む人ってリサーチランク完走してない人なんで、2番手に集中のお香で、3番手ぐらいに仲良しのお香来るかなっていうふうに思ってます。まあ回復のお香もいいかもしれないですけど、あれずっと使い続けるの無理なんで、そもそも。なので、まあ、一旦そんな感じかなっていうふうに僕は思っているので、まあ、仲良しのお子悪くない、ランダム性がちょっと微妙なんで、その点で買うのはちょっとやめとこうっていう人がいるのは、ちょっと意見としては分かんなくもないかなって思います。でもそれを差し引いても、そもそもスーパーサブレが、睡眠サブレパックよりもお得で買えるから、まあそれをパックを買ってる人は絶対これ買いだし、であと飴がもらえるってところですね。で SS になってる理由なんですけど、こっちのポケモン1億記念ゲット記念買ってみてください。はい、 M 見てください。これ3000なんですけど、スーパーサブレ10個、これ倍っすよね。これの1500と3000台なんで倍で分かる、仲良しのお子も倍で分かる、
る。で、こっち見てください。バンダイも S10 個、M が3個で、それぞれ倍したらこっち12で4になるんで、こっちの方が 100% 落とすとお得なんですよね。飴がたくさんもらえると1台あたりで。っていうことで、こっちが SS で、で、ただこれも万能飴がもらえるってことでめちゃくちゃお得なんで、これも買いでよかったかなって思います。で、つまり僕が言いたいこととしては、基本的には万能飴がいかにもらえるかと。で、食欲の秋とかだと食材チケット M なんで別に3ポイントでも買えるから、無理して、安いけど無理して買う必要はないよね、とか。そういう風なお話ですね。まあ、例えばこれを、30倍したとしたら、まあ、めちゃくちゃね、お得度指数でいくとめっちゃお得なんですよ、この食の秋パック。でも、別に欲しいアイテムかっていう希少性でいくとお得度指数ではお得だけど、まあ別に C でいいよね、と。内容が微妙だなっていうような感じですね。はい。この辺でだいぶ考え方伝わったんじゃないでしょうか。僕が何を優先して、このゲームで何が足りないのかというのは分かったんですけど。で、EV のやつ、ついに見ていきましょうと。で、EV のやつを見てみると、で、中身の方なんですけど、スーパーサブレと、まあこれ最初に言ったな。で、ここを結論で言うと、僕おすすめしません。で、その理由としては、EV の飴に弾力性がない。っていうところなんですよね。飴の弾力性が欠けている。めちゃくちゃ経済学っぽい。はい。何かというと、万能飴みたいに買えれるもんじゃないから、お得度指数で測れたもんじゃないんですよね。つまりこれから言う基準としては、これを買うか否かの基準を説明すると、 EV に万能飴を今後食わしてあげる予定がある人にとってはお得です。で、その食わす飴の個数的にいくと、まあこの EV の飴、L 買う人は、まあ万能飴 S33 個。で、M を買う人は、まあ万能飴 S13 個っていうふうなぐらいかなっていうふうな感じですかね。まあもうちょっと言うと、例えば、木の実 SEV がいて、その子をエースポケモンにしたいとか、とにかくスキル発動率が高い AP がいて、めちゃくちゃその子を育てたいとか、そういう風な一言があるかどうかによります。例えば僕とかだったら、今んとこ強い EV ちゃん、そんないないですよね。鍋原グレイシアいるんですけど、これ以上ね、バンナーメンをあの子に食わすことあんまないと思うんで、なので一応僕は重課金なんで買うんですけど、僕がビカキンとかヒカキンだったら、買わない。いや、ヒカキンさんだったら買うだろうな。まあ、ビカキンだったら買わないっていう風な感じですかね。まあ、あと、尾行で言うとすると、お香があるんですよね。EV の子、これの評価ちょっと難しくて、 EV がまあつまりこんだけ分の数来てくれると、まあ、つまりこれ自体も飴にもなるんですよね。飴、これも多分 EV の飴3、40、まあ50、30から50個ぐらいになるのかなっていうところで、とにかく EV の強化がはかどると。で、こんだけいたら木の実 S1 匹はいるだろうっていうふうなことを読んで買うとかはありかもしれません。とは言いつつ、木の実 S が来たとしてもやっぱり木の実タイプに劣るんですよね。 EV ちゃんね、難しいんですよね。僕キャラランク出したんですけど、 EV の評価めちゃくちゃ高い子ってあんまりいないんですよね。ブースターとかエイフィーとかありかなっていう風な、サンダスとかだったらライチュウでいいしとか、そういうのがあったりするので、このキャラランク的に見てもやっぱ無理して買う必要がない。ブイズちゃんがちゃんとパーティーに入ってる人って意外と少ないと思っていて、まあ、あとエビーとか進化なかなかさせるの大変だしね、とかがあるので、まあという風な形になります。つまり、まあ、EV ちゃんを愛してる人は買っていいと、今後 EV でめちゃくちゃ強くなる人は買っていいかなっていう風に思ってるっていうような感じですね。まとめると、まあ EV2023 のパックは、まあ正直 V ちゃんへの愛があって、この M とかを買うことがないんだったら、まあここの2つを買うお金がない上で V ちゃんへの愛があるんだったら、この S は買っていいと。まあそもそもごめんなさい、あとカビゴン育成パックとかスミニチャンパックを買うタイプの人は別に買っていいです。こっち買った方が普通にお得とは言わないけども、さあサブレの個数として稼げるんで、そもそもサブレを買う系の人はこれを買ってもいいとは思います。その分やっぱアメは UTV でも貴重ではあるんで買ってもいいと。ただそれらを買う予定がないっていうような人については、あとはやっぱ V ズちゃんへの愛次第かなっていうふうに思います。なので私の結論としては、そこまでおすすめしないけども、 EV のアメに換金する、バンダメ M とか S を換金する予定のある人は買っていい。ヒカキン、ムカキンとか、いや違う、同じこと言ったわ、ビカキンと無課金の人に関してはそういうような感じかなと思います。まあ課金税については基本は買うでいいかなっていうようなところになります。基本的に僕いつも結論がこれぐらいの流度になって申し訳ないんですけども、やっぱり結論ってやっぱ人によって分かれるので、なので私はこういうケースにとってはこうだよっていうような風に答えを出すようにしてるんですけども、ぜひ参考になったっていうような人はぜひ参考にしてくださいと。今後もね、この動画が好評だったら今後もパクとかの情報が出た瞬間にこれを出していこうっていう風に思うので、ぜひね、高評価やチャンネル登録やコメントして、この動画どうだったっていうようなところを聞かせてくれると嬉しいです。それでは皆さん、いい V のイベント楽しみにしましょう。その前に俺いわくとるけどな。では皆さん、おやすみ。今日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。